どうも、Dチャンネルのデベツです。というわけで、食パン生活、最終日となりました。本日をもって、こいつは腐るみたいです。3日目はですね、どうやって食べようかなと思ったんですけど、まあやっぱパンって言ったら、トーストがうまいじゃないですか。というわけで、これを使ってですね、まあ何種類かのトーストをですね、作っていこうかなというふうに思います。というわけで、まあ昨日も言いましたけど、自分は基本的に1日2食の生活なんで、そうですね、昼前そんな腹減ってないから2枚のバイト帰り腹減ってるから3枚っていう感じにしようかな。なので、5枚にカットしていきます。いやー、食パンのカットって難しいですね。こう下に行けば行くほど安定してまっすぐ行きにくくなるっていう。はい、一切り終わりました。最終日にしてなんかようやく普通に見かけるぐらいの食パンのサイズになりましたね。じゃあ3枚は夜に取っておいて、そんでうちにはトースターがないんで、こちらの魚焼きグリルでいつも焼いてます。ここにパンを並べてセットして焼いていくと。ただこれストッパーとかないんで油断するとすぐ焦げちゃうんですよね。はい、というわけで片面焼き上がりました。まあ、こっち側はちょっとまあギリギリセーフってことで、で反対側なんですけども、まあ、こっちの方はこのままもう魚焼きグリルで裏面も焼こうかなと思うんですけども、こっちのもう一方の方はですね、せっかくなんでこれ見たらピンとくる方はいらっしゃると思いますけども、ピザトーストにしていこうかなと。でですね、ピザトーストを作る際は魚焼きグリルで焼き切るって結構むずいんですよ。玉ねぎが生のまんまだったりとか、かといってまあこの後チーズかけるんですけど、チーズが溶けるまで待ってると周りがすごい焦げたりとか、結構調整むずいんで、ピザトーストの方はこのセッティングが完了したらレンジで温めて、そんでチーズがとろけたらまあ上からガスバーナーで焦げ目をつけるっていう感じにしようかなと。いや、ここ数日ずっとパンばっか食ってるんで、初日も言いましたけど、自分本当大のご飯糖、そして麺糖なんですよ。もうその欲望が詰まったわけですね。ちょっとミートソース買ってきちゃいました。まあ早く気持ちを抑えつつですね、このミートソースをパン全体に塗ったくって、でその上に思い思いの具材を散りばめて、結構てんこ盛りになっちゃった。でもその上からさらにたっぷりのチーズを乗っけて、これでまずはレンジで温めます。よし、温め完了。そんでバーナーで焦げ目を作っていく。はい、オッケー。そんで、裏面も焼いた、トーストの方も用意しまして、はい、これにてトースト2種の完成です。いただきます。正直寝起きでぼーっとしてるんで、昨日のフレンチトーストとそんな見た目変わってないように見える。じゃあまずはトーストからいただきます。すでにバター塗ってあります。こんぐらいの厚さだと表面のザクザクとした香ばしい感じと中のふんわりとした感じ、両方味わえますね。あ、コンソメうめ。もう単純に玉ねぎとピーマンぶっ込んでコンソメでお湯溶いただけなんですけどね、こういうシンプルな汁物ありがたいですよね。では続きまして、ピザトースト、どんな塩梅か、いただきます。なるほど、レンジで温めると耳の部分が鬼のように硬い。ただそれ以外の真ん中の部分はもう本当ピザですね。それではピザトーストをラスト一口いただきます。ごちそうさまです。というわけで残りはあと1回の食事となりました。何作ろうかな。はい、というわけで、あれからバイト行って帰ってきて夜になりました。それで残り3枚あるんですけども、うち1枚はですね、まあちょっと最後別に取っておきまして、2枚はですね、片面だけ焼いておきました。こっちはもう完全に行き過ぎました。でこの2枚もですね、ちょっと変わり種のトーストをやっていこうかなと思いまして、まあ変わり種っつっても片方はですね、自分の大好きなガーリックバターでいこうかなと。そんでもう片方はですね、これ棒系なんですけども、納豆、そんでその上からですねとろろをいってみようかなと。チーズみたいな感じでとろろがこうとろんとした感じで絡んでくるんじゃないかなっていう。はい、これでスタンバイ完了。そんでもう一方のガーリックバターも単純にバターとニンニクを好きなだけ、そんでこれらを軽く混ぜ合わせた後に薄く広げていって、
そんで軽く塩コショウ振って、はい、というわけで2つとも焼きました。今回ですね、レンジで硬くなるっていうのを踏まえて魚焼きグリルでこっち側も焼きました。まあガーリックバターはそれなりいい感じですけど、こっちのトロロの方はやっぱトロロって全然焼き目つかないみたいで、ずっと白いまんまだったんですよね。じゃあガーリックバターの方は仕上げにパセリを散らして完成と。さて、どんな塩梅でしたろ。いただきます。じゃあまずは安定のガーリックバタートーストからいただきます。ぶっちゃけね、全部これでもいいんですよね。こうニンニク、ガーリックのその刺激的な感じをバターがまろやかにしてくれて、でバターのこってりした感じをニンニクの風味がですね、すごい軽やかにしてくれるっていう、ほんといいバランスですよね。これもうほんと自分みたいな油ギットギットのおっさんが好きな味。はい、ガーリックバタートースト最後。うん、まあ一枚食べて思うのは、全部ガーリックトーストでいいって言ってましたけど、全部はやっぱくどいかな。ではですね、いよいよ問題の納豆とろろトーストいってみたいと思います。火の通った納豆ってうまいと思うんですけどね。いただきます。うん、なしじゃない、なしじゃないけど、ちょっとこれはね、醤油入りな、とろろ何の味付けもしてないんで、ちょっと塩気が足んない感じですけど、納豆ってうまいこといけば焼くことによって臭みって結構軽減されるんですよ。それで火の通った納豆ってとろっとした食感になって、そこから大豆のとろっとした甘みが出てきて、そこにとろろのとろとろ具合、それがやってきて、パンの風味を損ねることはないと思いますね。うん、うまい、うまいけど、やっぱご飯の上に乗っけたいという欲望は否めない。あ、あと今更ですけど、やっぱレンジを返さない方が全然硬くならないですね。じゃあこちらのラスト。やっぱついジメジメした時期には麦茶みたいで爽やかなものがいいっすね。はい、というわけで2枚のトーストとサラダを食べきりました。残すはですね、こちらのたった1枚のパンとなりました。そんで残り1枚はですね、両面とも、焼いていきました。そこにですね、こちらスーパーカップのチョコ味、よくなんかトーストの上にアイス乗っけて食べたりとかするじゃないですか。そういった感じでこのチョコアイスをですね、上に乗っけてデザート的な感覚で食ってみようかなと。このアイスの上にデンって乗っけてバター的に溶かしていただくと。それでは最後、チョコアイストーストいただきます。うん、味はねとてもうまいんですけど、ああそっか、自分尋常じゃない知覚過敏なの忘れてた。もうちょいね、とろって溶けてなんか冷たさまろやかになると思ったんですけどね、さっきまでトーストのアチアチなの食ってて、その歯の神経むき出しになってて、余計に冷たさに敏感になってんな。うまいもんね。うまいけど、ああ意外にこのトーストが自分一番きついかもしれない。多分ね、健康な歯をお持ちの皆さんは、じゃあ知覚過敏の人たち歯に当たらないように食えばいいじゃないかって思うかもしれないですけど、あのね、歯に当たらずに食おうとするのって無理。さあというわけでトーストも残り一口ということで、ありがとうございます。待って、パン全部食ったのにカップアイスまだこんだけある。まさかこんなとんでもないラスボスが控えていたとは。むき出しの歯にしみんだよなこれ。ノルマ達成してんのに何してんだろう自分。よし、はい、これでようやく食パン1本、3斤丸々食べ終わりました。やったー。